鹿部駅は北海道茅部郡鹿部町本別にある北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は N68。電報略号はカエ。1976年の鹿部駅と周囲約 1.5km 範囲。下が大沼方面。周囲はほとんど人家がなく、駅裏は駒ヶ岳山麓の火山性の荒れた傾斜地が広がっている。市街地は右下側数キロ先の港にあり、駅のある標高100メートルまでは上り坂である。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の所在する地名より、地名はアイヌ語の鹿部に由来するとされる。当地付近にアホウドリが多く住んでいたために付けられた。旧駅名の高町は、当地付近に鷹狩りの際の高町がいたことに由来する。島式ホーム一面二線を有する地上駅で、列車交換可能な交換駅となっている。駅舎側が上り線、外側が下り線となっている。その他上下線ともに安全側線を有する。1983年4月時点では、駅舎と上り線の間に側線を一線有していた。転鉄機の形状は上り線からの片開き分岐である。大沼駅管理の無人駅となっている。駅舎は、構内の東側に位置し、ホーム中央部分とを結んだ、構内踏切で連絡している。有人駅時代の規模の大きい駅舎が、継続使用されている。待合室内には、椅子のカバーなどをはじめとした手作り品がたくさんあり、図書コーナーも設けられている。駅舎内にトイレを有する。駅スタンプが設置されている。駅の標高は 90.5 メートルである。駅前には別荘が多い。役場などが所在する中心部とは約 5km 離れており、バスなどでの連絡が必要となる。ありがとうございます。